だからもしこっちになってね、インフォプレーになってめっちゃ大きく稼ぎたいという方も、僕はこっちのコンサルタント先にやるってことをお勧めしますね。そうすれば要は教えてることただ動画にすればいいだけなんで、でまとめて売ればもうこっちになりますから、そうそうそう。だから逆にほら、あの竹信さんとかもね、もうありますから、ノウハウとかあるわけだから、それ誰かに例えば、まあ、今無料で教えてね、無料で教えていいので、何人か無料で教えて、その教えたことを思い出して、で動画に撮って、で作業とかもね、スカイプとかするじゃないですか。スカイプしたらそのスカイプの画面撮って、録画して、画面録画して、で全部 YouTube にアップして、でサイトにまとめて売ればもう増えます。そうそうそう、あのはい、質問してもいいですか。はい、あのメンターの方に出会われてやられたのは何、はい、アフィリエイト。僕は転売ですね。あ、転売の、僕は転売で結果出ましたね。30万ぐらいとか、月30万ぐらい稼いで、でそれを教えるようにして、その人の教えとしても基本的にはこれで実績上げたらもうすぐこっち行けって言われてたんで、あずっと転売やってても、ね、はい、あの頭打ちあるんで、まあ、数百万までいかないですよ、転売でやるんで ね、 ですね。なかなか難しいじゃないですか、はい、やるとしたら本当にもう小売業にしないといけないんで、僕の知り合いにもいますけど、ね、普通組織作ってちゃんとパートさん雇って事務所構えて、そこに全部仕入れしてね、最初からいっぱい買って、で もうそれって普通の業者じゃないですか。そうそう、それ普通の事業ですね、はい、それもう完全な小売業。そうなってくると もはやネットビジネスではないですよね。ただの小売業です。ネット販売を中心とした小売業です。だから自由とかそういう感じとはちょっと違うかなっていうふうに若干ありますけど、まあ、稼ぐに特化するんだったらそっちに、そっちは結構多いですよね、転売の人ってね。そうですね、まあ、それで結果を出して、インフォプレーナーに行くかアフィリエーターに行くか、そのまま小売業に普通になるかっていう流れです。普通に小売業になるっていう、だからこう考えてほしいですね。これのネット地盤なんだっていうこと。インフォプレーナーもやられたことはあるんですか。あります。あ、僕この教材持ってます、自分で作ったやつ。あ、そうなんですね。今僕の全部体験談なんで、この、ね、ノウハウを教材にしてサイトに埋め込んで、はい、パスワードをかけて、で僕持ってます。あのそうした場合に、はい、あの冒頭の話でもありましたが、はい、あのやはり対面が一番出やすいじゃないですか、はいはい、でコンサルタントで例えばじゃあ50万でコンサル取ってました、はい、インフォプレーナー同じ額で取れないですよね、もちろん。そこはですね、サポートの差とかもありますね。だから同じじゃない方がいいですね。やっぱ下げて下げた方がいいです。た方がいいです。イメージとしてはその何、対面で教えられない人にしょうがないから作ってるぐらいのイメージの方がいいです。あ、なるほど、ね、通えないからっていう人向け。そうしないとさっきの一番最初の話じゃないですけど、売れてガハハになっちゃうんで、そうならないためにはそっちのマインドの方がいいですね、うん、直接教えてあげられないから仕方なく動画で教えるっていうことをコンサルでやってると、どんどんコンテンツ溜まってくるんで、あとまとめて普通に販売すればいいわけですよね。だからメールサポートのみで、安くするとか、その代わりね、メールサポートなし、全くサポートなしでもう売り切りで、でもうめっちゃ安いとかね。でも面白いことにね、僕もいろいろパターン試しましたけど、やっぱね、売り切りのサポートなしとか 100% 結果じゃないです。ですよ、1万2万の世界の商材じゃん。僕同じこと言ってるんですよ、動画で。同じこと教えてもやっぱりね、出ないです。不思議なんですけどね。あとは金額高ければ高く出す人の方が出ます。これ不思議なんですけどね。やっぱ気合の問題、結局ね、マインドですってことなんですよね。結局その何、その切羽詰まってるかどうかとかね、結構そこに。僕もだって200万借金してもう日中も経ちもいかなくなって、でやっと出たんです。もう稼がないと死ぬ状態に追い込んで自分をね。そう、そしたら稼げるようになったんですよね。
ここは結構不思議。あ、カフェ大丈夫ですか。カフェ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 カしましたけども、そもそもネットビジネスの種類はこんな感じですっていうのを全体を把握して、その中で何をやるのかっていうのを決めないと、わけわからずにじゃあこれ買いましたってねやるともうわけわからなくなっちゃうんで、結果出ないんですね。自分がどこにいるのか、でどこがやりやすいのかとか、何に向いてるとかね、ブログだったらコツコツ毎日書くとかねありますし、コツコツ毎日ブログ書けないんだったら、インフォプレーナーにもいきなり行っちゃうとかね。あとは、僕はあんまり向いてなかったんですけど、物販とかね、やり取りしてこうなんかコンボしてとかね、僕すごい嫌だったんで、僕はこっちに行くためにこれ頑張ったんですよ。そう、さっさとこれ終わらせたいと思ってガーって頑張ってこっち行ったんです。こっちのために僕はこれやったって感じ。わざわざね、実績ないと売れないじゃないですか。実績なくてもっていう人いっぱいいますけど、アフリエイト、アフリエイトとかは実績なくても売る人いっぱいいますよね。なんかこの商品の良さとかバーって書いてね、買う方はこちらってやるじゃないですか。かっこ俺はやったことないけどねってことなんで。そうそうそう。それは僕嫌だったんで、アフリエイターとしては成り立たなかったんですよね。まあマインドもできてなかったし、だから稼げなかったっていうのもあるんですけど、本当にいいものがあるよ、あ、いいもので自分が結果出たものであれば紹介はできますけど、特に僕 Facebook とか普通の友達もいるんで、地元の友達とかそれにね、紹介してくださいとか言って言われてもね、俺結果出たら紹介するの嫌だなと思って。まあ単純にね、そうそうそう、まあ実際その時点でちょっと、まあビジネスマインドになってなかったのかもしれないなと今になって思いますけども、まあ、そういう感じです。なんで、まあ全体を把握してね、その中で何をやるのか、まあ、これは職業とかでも同じだと思います。飲食店やるだったらラーメン屋もあるし、中華もあるし、和食もね、フレンチもあるじゃないですか。それと同じなんですよ。ネットビジネスイコールアフィリエイトじゃなくて、まあ、いろんな種類があって、その中で自分に向いたものを探さないと大変なことになってしまうというお話です。ではメルマガについてお話ししていきます。まあアフィリエイトとね、メルマガっていう今日テーマなんでお話しするんですけど、なんかまあアフィリエイトとメルマガはね、まあ同じかって言われるとそうでもないっていう部分もあるんですけど、今じゃあ、まあリンクは分かったと、ね、もうアフィリエイト仕方はもう分かりました。でそのこのリンクですよね、このリンクを要はいっぱい届けたいということですよね。例えばそのさっきみたいな感じの化粧品とかだったら、まあ、クレジットカードです。クレジットカードクレカをじゃあいっぱい紹介すると、じゃあどこで紹介しようかっていう話ですよね。その時にじゃあ今も話しましたけども、ブログ、あとは SNSあとは広告ですとかね、広告で、これでメルマガとかが出てくるんですよ。あとは最近で言うと LINE とか、これ SNS に入るってまあいいんですけど、まあこんな感じですね。ブログも無料ブログなのか有料ブログなのか、まあ、ワードプレスなのかいろいろありますけども、まあそこで、リンクを拡散していくわけですよね。で購入してくれたら、ちょっとこんな感じでしたっけ、購入してくれたらお金になるというわけですね。雰囲気でやってきます。でその拡散媒体としていろいろなものがあるわけですよね。
この3つの物語の種類があるわけです。でどこでやるのかっていう話です。でメルマガっていうのはメルマガが一番稼げるとかね、なんかメルマガが一番いいとかよく言いますけど、じゃ何がいいのかということなんですけども、ちょっとこれ来年やこしい関係しますね。メルマガっていうのは、ここがお客さんだとしますよね。お客さん。メルマガが一番いいのは、お客さんに自分から、これが自分ですね。自分。こう自分からこうプッシュできるわけですよ。プッシュ。自分からもう強制的に送れるわけですか、メールって。でもブログとか SNS とか広告とかってこっちから来てもらわなきゃいけないんですよね。待ち型です。これをまあプルというんですけど、プルプッシュ、プルマーケティング、プッシュマーケティングなんですけど、この自分から強制的に送りつけるって言ったらおかしいですけど、こうそういうことができるんですね、メルマガは。あとその宣伝じゃなくて、例えばこうやって日にちをね、何日か送ります。ここは教育もできるんですよ。教育、ここにこ、例えば SNS ブログだったらもう見に来ない日もあるかもしれないじゃないですか。見に来る日もある。毎日見るかどうかって言われたら見ないかもしれないですよね。メールだったらメールが来たら来るから開封するんですよね。で開封する、まあ、確率、毎回開封してくれないかもしれませんけど、確率は高いですよね、あのウェブサイトよりは。そんなね、一つのウェブサイトって今、ブックマークして毎日見るようなことってあんまないじゃないですか。ブログも確かに登録したりしますけども、そんなに多分毎回は見ないと思います。ただメールとかで、まあ、今だったら LINE とかはなんか開封せざるを得ないみたいなところがあって、タイトルがいい感じだと見ちゃったりします。で教育もできるっていう部分は、例えばこのクレカのね、クレジットカードのアフィリエイトリンクを、例えばこの日、この日が1日だったとして、この日が7日だったとしますね。この1日、あ、7日に一気にこのリンクを貼る。リンクを貼るというふうに決めたとしたら、ここら辺でこのちょいちょいこのクレジットカードを作らなければいけない理由みたいなのね、マインドコントロールするわけですよ、ま、悪く言えば悪く言えば借金ありませんかみたいなね、あと給料がね、使いすぎて困ってませんかとか、あとはなんかこう、ね、観光総裁で急な死んでいて大変じゃないですかとかね、出産があれで子供が生まれてダメじゃない、やばくないですか、お金みたいな、家計どうですかみたいな、そんな時に必要なのがクレジットカードです。そういうあの教育ができるわけです、うん、メールとかだと特に。でそうするともうここでこう危機感をちょっと持ってきてますから、だんだんそこで、ああじゃあちょっと作っちゃおうかな、で、まあ、文章ね、ここでコピーライティングとかいろんな話あると思うんですけど、そこで、まあ、実際ね作ったところで別に借りなくてもいいわけですから、作るだけ作っちゃいましょうよみたいなね、文章とかあったら、じゃあ作るだけだったらみたいなね、金で作ったりするわけです。そうするとチャリーンってお金が入ってくると。これはもうネット上でやってますから、これは完全にアフィリエイトですし、もうこれでもそもそも生成しているので、でここに A8 ネットさん、例えばね、今のだったら A8 ネットさんが返答したら、この人がリンクを踏んで、買ってくれてるわけですから、ここに1回 A8 にお金が入りますね。でそこから自分に入るというような流れですね。